2019年4月まで使用された急病院独立行政法人国立病院機構仙台医療センターは宮城県仙台市宮城野区に所在する独立行政法人国立病院機構の病院である北海道東北グループ事務所の所在地でもある明治4年4月23日不判県産地制によりすでに国の直轄となっていた石巻県石巻に 東山道賃台の設置が決まるが、同年7月14日の廃藩地検により、仙台藩が国直轄の仙台県になると、8月20日に道賃台は廃止になって、仙台県仙台に東北賃台が設置された。このため、軍人、軍族の傷病に対応するための病院が仙台に設置された。後、仙台陸軍病院に改称。 当地は宮城の原連平場の北部にあたり、1933年に仙台飛行場が開港するまでは飛行機の離着陸にも使われていた。1937年の日中戦争開戦に伴い多数の小移軍人を収容するため戦争終了まで数年間の想定で当院は建てられた。そのため、江東大の仙台陸軍病院の本院に対し、 宮城野にある当院は仙台陸軍病院臨時宮城野原分院と称した。しかし日中戦争の長期化に太平洋戦争回にも重なって当院は約1000人の患者を収容するまでに増築が進む。1945年4月には本院に昇格して仙台第一陸軍病院と解消。同年7月10日には仙台空襲で市街地は焼き尽くされ、 元の本院がある、江東大地区も、瓦礫の山となった。戦後、当院は、国立仙台病院と解消。独立行政法人通則法の施行により、厚生労働省の施設等機関から、独立行政法人国立病院機構へ移行し、現在の名称となった。総合診療科、内分泌代謝内科、血液内科、腫瘍内科、神経内科。 呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、乳腺外科、心臓血管外科、形成外科、小児外科、泌尿器科,皮科、皮膚科、産婦人科、眼科、自備咽喉科、放射線科、歯科高校外科、麻酔科、救急科、緩和ケア内科宮城野原公園総合運動場の、 ランデブーポイントから離陸するドクターヘリ。手前の建物が格納庫。ありがとうございます。